ヒョンデ・ソナタ、海外使用者。ヒョンデは現地時間の3月27日、スポーツセダンの新型、ソナタを初公開した。同モデルは3月30日より開かれるソウルモビリティショー、会期、4月9日まで、にて、一般公開されるとともに、同日より各国市場で発売される。 アグレッシブなイメージを表現した新デザインザスポーティネス。そなたは1985年より韓国や欧米で販売されている中型セダンで、日本市場でも2005年9月から2007年10月に販売されていた。今回の新型車は8世代目にあたり、ベースグレードのスタンダードット。 スポーティーなスタイルを強調した N ラインの2グレード構成としている。エクステリアデザインはザ・スポーティネスをテーマに据え、先代から大胆な変更が加えられた。フロントフェイスではヒョンデの新アイコンとなっている。一直線型のシームレスホライゾンランプを採用。さらに隠しヘッドランプやグリル。 エアインテークを統合したようなデザインを組み合わせて、ダイナミックかつアグレッシブな印象を強調する。また、リアは H 型のリアランプでワイドなスタンスを主張。N ラインにはリアスポイラー、デュアルツインチップマフラー、専用19インチホイールなどが備わり、スポーティーな装いに仕立てられた。インテリアにワイドなパノラミックカーブディスプレイを採用。 インテリアはドライバー中心のレイアウトを採用し、スポーティーかつ近未来的なイメージに。コックピットでは、ヒョンデでは初となるパノラミックカーブディスプレイを採用。2つの12.3インチディスプレイを組み合わせ、ドライバーに対して湾曲した画面で視認性を高めた。また、シフトコントローラーをステアリングホイール工法に配して、 センターコンソールのスペースにゆとりを持たせている。